愛する天皇お父様、ありがとうございます。えー、また、聖書通読のひとときで、えー、この今、エレミア書にまで来ましたが、とにしよう、あなたの、えー、この用意されているご計画、とこの全体、聖書全体を通して、えー、この眺めさせていただいていることを感謝いたします。えー、しようどうぞ、これからの、えー、このひとときを本当に豊かに祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。ア はいえー、エレミア書の1章からあ20章までを今晩はします、まああの。題名をつけて、配信のコラ、まあ。これ実,実際出てくるんですね。この、えー、とどこだったかな出てきますけれども、配信ですねあの。背を向ける信じると書いた配信ですね。の、えー、この民ですね。イスラエルの民ということですけれども、まあ、鍵になる御言葉 を読ませていただきます。2章の13節ですが、私の民は2つの悪を行った。命の水の泉である私を捨て、多くの水ためを自分たちのために掘ったのだ。水をためることのできない壊れた水ためを、えー、ということですけれども、エレミア書をですね、えー、この見ていくときには、 本当に時代性がとても大事になりますね。そのイスラエルの歴史にとって、また神のご計画にとって、一つの大きな大きな分岐点になります。それが何かといったら、バビロンによる補修です。神がアブラハムに約束の地を言われてですね、与えてくださって、イスラエルがその約束の地に住みましたけれども、 モーセを通して、未声に聞き従わない、掟に背くのであれば、最終的に引き抜かれると神が言われて、まあ、そのことが起こることをですね、その場にいたユダヤ人たちとこの共にいて、また寄り添っていたのが、この預言者、エレミアになります。まあ、前回はイザヤですね、イザヤ書においては、ちょうど、 えっと39章の最後に、ヒゼキアに対して、まあ、あなたの,この子どもたちが勘案となるという、えー、ことで、ね、バビロンによってここにある財宝は、まあ、取られていってしまうんだよと、まあ、いうことを、ねえー、こう予言した、まあ、そこに当たるんですねで。その時、その時代に、えー、エレミアがエルサレムにいたということが、まあ、とても大事になるんですね。ですからこの1章の章 えー、この2節にその時代が書いてますけれども、ヨシア王の治世、えー、の第13年であると、まあ、いうことであります。えー、ですから、ヨシアってもう,こう若くして死んでしまったのであの、エジプトのファラオの猫と戦ってですね、早く死んでしまったんですけれども、だからもう結構こう、13年と言いますと、 そうですねもう結構半ばを超えてますね、えー。その彼の知性の半ばを超えています。で、えー、宗教改革を断行した王でありますね。なんですけれども、このエレミア書を見ると分かるんですが、えー、その彼の父祖にあたるマナセですね、あのヒゼキヤの息子ですけれども、えー、このマナセが、えー、この 自分たちの子を火の中を通らせるという習わしですね。これを人々に強要していったということが書いてあるんです。で、この習わしは、周りの違法人、カナン人などの習わし、しかもその彼らよりももっとひどい形で行っていったということで、この列王記にはですね、もう主はユダヤをユダを滅ぼすということをこの時点で大きめに ななっていたわけなんですでヨシアが衣を裂いてへりくだったので、えー、と古田という予言者女予言者がですね、えー、ヨシアが生きている間はこのことは起こらないと、まあ、こうあの裁きが先延ばしにされたわけなんですけれどもヨシアが死んだ後に、えー、3人の王が建てられますがもう瞬く間に彼らは悪を行ってその間に、えー、このヨシアの時代の後ですね あの、バビロンが強くなって、それでこのバビロンの傀儡になって、最後、バビロンによって滅ぼされていってしまうとまあいうことですね。586年ですね、紀元前の、に神殿が破壊されて、主に3回のバビロン補修がありますけど、第3次バビロン補修で、最終的にこのエルサレムが破壊されてしまったと。で、ここの最後の最後まで、 このの語っていたのがエレミででありますで、まあ、今、引き抜くという言葉を使いましたが、えー、このエレミア書を見ると、ですねあの引き抜くことに大きな意味がありまして、これでもうユダヤが終わったんだということではないんですね、見捨てられたということではなくて、一章の十節を読みますと、皆さん、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命する。 引き抜き、引き倒し、滅ぼし、壊し、で次です。立て、また植えるために、立て上げる、また植えるためにとあります。だからあ、ある意味で植えるために、新たに立てるために引き抜いた、引き倒したえということなんですね。で、ここが、この聖書全体の中における、とても大事な分岐点になるというのは、 この新しい契約が約束されたのも、このエレミア書なんですね。古い契約においては、彼らは、この立法の行いによっては義と認められない、この契約を破ってしまったということが、ここまでもかという形で明らかにされたわけですけれども、今度は神ご自身がですね、この神ご自身が、 えー、この彼らの心を変えるということで、えー、新しい働きをされるわけです。で今までのイスラエルの、えー、この救いのなんていうかな、えー、こう根拠というか、えー、出エジプトだったんですね、このエジプトから連れ出されたということですけれども、まあ、第2の出エジプト期と言ってもいいでしょうか、えー、彼らが解放されるバビロンから、えー、そしてエルサレムに帰還すると、まあ、いうことが、あここに。 この新しい契約の約束として、まあ、こう書かれて、まあ、いるわけなんですね。で、えー、エレミアはあのー、この嘆く預言者として有名です、もう、あのー、1章から20章読まれた方はね、だんだん分かってくると思いますけれども、彼が語るとです、ね、迫害が激しくなって、その葛藤主にえこの打ち明けている祈りが非常に多くなるんですね。 でまあ、その嘆きが一番はっきりと現れているのは、エレミア書ではなくて、その後の愛かですね。でそれにこの見ることがまあできますね。で、えー、こので、よく現れてます。で、えー、このイエス様ご自身がですね、エレミアだと言っている人たちがいたほどだったんですね、その噂が。ほら、私は誰だと思いますかと。 誰だというふうに人々は言ってますかというふうにイエス様が尋ねられて、ピリポカイサリアで、それで、えー、といろいろ言っている中で、エレミアだという人もいると。それほどイエス様を、えー、このよくエレミアが表していた。何かといったら、エルサレムにおける固くなさですね。それゆえに、滅んでいってしまうことが、えー、このイエス様もエルサレムを見て、嘆かれて涙を流されたと。まあ、うところで、 この現れているわけなんですね。で、えー、本当にいかにかくなで癒しがたいかを嫌になるほど描き出されて、まあ、いると同時に神様の真実な愛をこの見ていくことができるわけなんですね。では、この順番に見ていきますと、一生がエレミアが証明を受け、 そして2章から6章で、このマクロからミクロに配信ですね。あの配信というのはさっき言ったこの背を向けるということですね。マク,マクロっていうのはその大,大枠っていうんですか、この大きなところから、この具体的に起こっている、この細かいことですね、ミクロですね。それでこの配信を眺めていっている神様の姿を見ることができます。2章が神のものとされているのに、そこから離れていくことに対する衝撃ですね。 あの例えばあの、それぞれの国にそれぞれの神様がいるじゃないですか。えー、で、えー、1000年経っても2000年経っても変わらないと。まあ、例えば、日本だったらばね、この,あの神道があってね、まあ、ずっと変わらないわけですよね。えー、けれども、えー、このイスラエルの民に限ってはですね、もういとも簡単に離れていくと。あとは、例えば波,か波,波があって、その海岸線というのはほとんど変わらずに、その神様の、えー、秩序に従っているのに、まあ、彼らはものの見事に。 こ、えー、この離れてていいいいくというです、ねえー、ことうを書いていますそして、えー、3章を見るとですね、彼らが帰ってきても私は許さないと言ってるんですね。これねあの、別に本当に意味で悔い改めてるんじゃなくて、特価を引っ返してる感じなんですよね。特価を引っ返して、ある時には偶像、ある時には主に帰る。だけども、そういうことで私は答えた困った時の神頼みは私はしないよと、まあ、このように言われて、えー、そして4章でデバービロンから バビロンですね北から攻めてくると、バビロンという言葉は出てないんですけども、北から攻めてくると。で、今度5章いくとです、ね、で今度エルサレムの中の話をするんですね、そこに不正があることをえエレミアが嘆きえ、そして6章でバビロンによってエ,エルサレムが悲惨な状態になるということ、こうやってね、えー、と大きなところから小さなところに入っている。そしてです、ね、7章から12章いきますとです、ね、具体的にね、えこの,あのなっていくるんです、さらにね。 7章から10章に、神殿からの説教ですね、これを行っています。だから宗教的な行いは、ね、あのいつものようにやってるんですよね、真にさえなっていると。で、この神殿礼拝をやっているにもかかわらず、偶像礼拝やその他の不正行為を行っているという闇があったんですね。であと11章から12章は契約を違反している、このー瀬の立法ですね、そこにある契約ですね、ー瀬の契約を違反しているということが書かれてまして。 で次に行きますね13章から19章ではですねパフォーマンスによる予言が行われます。でパフォーマンスというのはコ、えード、演技ですね、演技によって、えー、予言を行っていく、これはあの、エゼキエル書だとすごく顕著なんですけれども、いわゆる言葉では無視されたり反発されるだけなので、何かこう人目につくような演技というかう行為を行っていくことによって、まあ、主の言葉を伝えられるということです。 でまあ、イエス様も似たようなことをなされて、あの言葉神の国の言葉ですね、あの伝えるために言葉のみならず、た言葉なんだけど、たとえですね、あの種まきのたとえから始めて、人々が、えー、この、えー、聞く耳を持たないところにあって、どのように伝えていくかということで、注意喚起をするということですね。で、えー、13章ではエレミアの天布の帯をユークラテス側に隠して、しばらく経ってこの腐っていくと。 まあいうことが書かれています。で、14章、15章でその続きですね、あのエレミアが嘆いて涙流して、主が答えられていくわけです。で、この16章、17章では、嫁をめとらないエレミアですね、なぜかといったら、あのこのもう破壊されてしまうエレサレムが、えー、そしてもうその結婚ということももう本当にままならないと、葬式までもね、やめろと、だから葬式さえできないような悲惨な状態になるということをあの予言してますね。で、18章、19章で有名な、陶器師が陶器。 陶器師が陶器を破壊する。あの、ローマの救助でね、あのこの陶器師が陶器を何やってもいい,いいわけだっていうね、話でね、まあ、陶器、あのこの,この六郎に置いてあるこの陶器をね、あのこれで良くないところ、なんかうまくいってないから潰してからね、またやり直すと。まあ、そういう話があ,のあって、そういうことをやってですね、で、それであの彼らに対してあの、まあ、メッセージを語るわけですね。で、ヒノムの谷、ヒノムの谷というもの。 まあここあの、先ほど話したこのコーヒー、え子供え赤ん坊をです、ね、火を通すということを行っていた恐ろしい、まあ、ことですね、でそこはあのゴミ捨て場でもあるんですけれども、結局、バビロンが攻めてくるときにです、ね、まあ、彼らがあの大量に死んで、ここに捨てられると、まあ、死体が捨てられていくんですね、自分たち自身がそこであの犠牲になっていくというかあの、トフェテという言葉が使われていますけれどもあの、そういう谷になるんだよということを宣言されています。 まあこうやって19章まで行って、そしてですね、それらもろもろのですね、えー、この予言を行っていた、特にこの神殿のそば、えーと,えー、とか敷地内とかで予言を行っていたのであ、そうです、このエレミア書っていうのはこの予言者でが祭司とかもう全ての人が種に背いてるって話が出てくるんですけども、まあ、エレミアの敵のですね、旧戦法がね、祭司本人なんですよ。まあ、エレミアも祭司なんですが、祭司によって捕獲されます。パシュフルという人にって。で、このパシュフルに対する裁きが、まあ、あの、この、 え宣言されてですね、そしてエレミアがあのー、もう本当に敵を復讐与えてくださいっていう祈りもしてるし、そして勝利したとも言って、その矢先に落ち込んでいくとかですね、本当にリアルな、ま、人間の生々しいですね、こう浮き沈みのある祈りを捧げて、ま、いるわけですね、ま。という流れになっています。で21章からが えっと、ゼデキアの知性であるとか、あとエコヤキブの知性であるとか、いわゆる具体的な王様にこういうことが起こりましたよって話なんですで。だから20章まではですね、特にその王様の名前が出てこないんですね。この一般的な、この全体に流れるこの予言であったわけですけれども、21章からは具体的な歴史的なこの背景を持ってですね、この語られていくところに入ってきます。はい。えー、以上ですね。 えっと、その後のディスカッションで話し合っていきましょう。